ホヤットさん、鹿児島ニューノフルです。どうこいしょー。だいぶ時間が空いてしまいましたが、今年ですね、夏に2019年鹿児島ニューノフルの夏コレと称しまして、デザインしたアイテムを販売してて、それが届きましたので、それの紹介したいと思います。届きました。すごい綺麗に包装されて3点あるんですけれども、どれからいこうかな。これかな、忍者スリスリ君のすごいインパクトある、このすごい綺麗な箱になってるな。これからいきます。開けます。これちょっと夏これとは関係ないです。新商品というだけなんですけど、あ、すごい、アクリルブロックです。綺麗、めっちゃ綺麗、丁寧。あ、すごい、すごい丁寧。うわ、綺麗。鹿児島ニューノ半分生放送。テーブルの隅にこうポンと置いてある。そんなイメージですね。すんないな、ちょっと。この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしてますみたいなのも書いてあるんですけれども、まあ、今後ね、鹿児島ニューノにスポンサーがつくのなら、まあ、鈴木さんがスポンサーなんだったら、ここにこう置いてみたいな。宣伝ですか？の板みたいな感じで、これ、普通に鹿児島ニアのロッキーショップで通年販売しております。普通の人もしかしたらいらないかもしれないんですけど、ただね、こう透明感がすごい綺麗すぎる。これアクリルブロックですごくデザイン性の高いのがたくさんあるんで、まあこれじゃなくてもね、すずりのショップでアクリルブロック探してみたら、いろいろね、革新的なデザインのやつがあるんで、これじゃなくても、まあ、綺麗だと、この質感見ていただいて、すごいね、超透明。じゃあ次の商品いきましょうか。どどどどーん。これが夏コレのメインのデザインですね。Go South No Reason ということで、まあ、ちょっと鹿児島というよりもですね、まあ、ちょっと夏リゾート気分みたいなのを私フールがちょっとデザインして、わかりますかね。鹿児島にあってグラデーションでうっすら。鹿児島にはドットコムか書いてあるんですけど、まあ目立ちませんけど、まあこの下には普通にね、鹿児島にはドットコムって書いてあるんですけども、どうですか、夏っぽくないですか。夏の終わりっぽくない、なんかこう夕暮れ時みたいな。ちょっと着替えましょうか。これじゃーん、白飛んでるから、どうですか夏っぽくない。ただね、九州もそうでしたけど、関東も雨強くて、ちょっとで現物手に入れるのがちょっと遅くなっちゃったので、ご紹介が遅れ、まあ言うてもね、夏これですので、夏が終わったら終わろうと思って数年限定して販売してるんですけど、まあ鹿児島言ってもまだ30度超えてるんで暑いんで、まだまだやりますんで、ぜひね、限定なんで、これ終わったら本当にもうこの世から抹消されてしまうアイテムたちなので、よかったら気になる人は、見てみてください。じゃあ最後、本当にこれが欲しくて自分で買ったようなもんなんですけど、ダーン、サコッシュ、同じデザインのサコッシュ、なんかすごいな、キャンバス地っぽい感じかな、キャンバスっぽい、これが。で、ね、この黒に入るようにちょっとデザインしたつもりなんですけど、いかがでしょうか、こんな感じ。まあちょっとこれでセットでつけるとちょっとあれですけど、まあサイズ感的にはこんな感じですね。で、ベルト調節はついてないので、まあこの位置固定ですね。ここにボタンがついてるんで、iPad 10.5 インチ入る。あ、10.5 インチジャストフィットですね。10.5 ジャストで入って、鍵とか財布とか、携帯入れても、蓋は閉まると。結構ボリュームはたくさん入るね。いっぱい入ると。まあね、サポッシュ、数年前からちょっとね、なんかアウトドア的なシーンを中心にちょっと流行ってる気がしますけども、この黒でこのデザインどうですか。裏は無地ですね。中は小分けのポケットとかはするかな、黒いからなくて、もう普通に一つ、もう機質が一つだけですね。ただボリュームはたっぷり入ります。ということで、いかがだったでしょうか。鹿児島ニアの夏、2019年夏コレクション T シャツとサコッシュをちょっとご紹介しました。あと、まあ、これは宣伝用のアクリルブロックです。
で今鹿児島ニアのね、概要欄にリンク貼っておきますけど、鹿児島ニアのすずりの公式サイトで鹿児島ニアって入れたら多分出ると思うんですけど、そちらで T シャツとこのサコッシュと同じデザインで、まあ、ステッカーとですね、あとクージーかな、缶にこうパパッとはめてやつ、夏っぽいやつをちょっとチョイスして、その4種類ですね、アイテムがありますので、夏が終わるまでは続けようと思いますので、ぜひお手に取ってみてください。まあ本当前々から言ってますけど、これもそうですけど、印刷でのクオリティとかがすごく、特になんか段差ができてる分厚いとこもないので、すごく発色もいいし印字も綺麗なので、クオリティは本当に高いので、ぜひですね、まあ鹿児島にあるじゃなくてもいいけど、まあすずりの商品いろいろ見てみたら、斬新なデザインね、巷のファストファッションに飽きちゃった人とか、ぜひチェックしてみてください。ということで、鹿児島にあるフルでした。バイバーイ。